チャーリー・ブラウンは、漫画、ピーナッツ及びアニメ、スヌーピーとチャーリー・ブラウンの主人公である。スヌーピーの飼い主であり、妹はサリー。両親はいるようだが、他の大人と同様作中には姿を見せない。親友は毛布を買った時も手放さないライナス。旧友であるルーシーに、いつも小うるさく言われたり丸め込まれたりされている。チャーリーという名前から、読者からはよく。 チャールズ・ウェム・シュルツの分身と思われているが、チャーリー・ブラウンという名前は、シュルツの美術学校時代の旧友から来ている。ただ、シュルツはインタビューで、チャーリーは僕自身でもあるんだと答えたことがあるといい、彼の持つ、キグロウなどがチャーリーに反映されたりすることはあるという。また、シュルツの父親も床屋を経営していた。シュルツによれば、チャーリーは綺麗な金髪であるために髪が薄く見えるだけで、 特等ではない。実際の作画でも、前髪と後頭部の毛が書き込まれている。スヌーピーによる認識も、あくまでも、丸頭の子であり、特等の子ではない。自他共に認める、冴えない人柄であり、女運が、とにかく悪く、バイオレットやルーシーなどの女子の、いじめ相手になっていた時期もある。考え方にもどこか卑屈なところがあり、敗者や、弱い立場の人たちに同情することが多い。 他者への思いやりは人一倍持っていて、いつもはチャーリーをいびるルーシーも彼が病気になると、落ち着きをなくす。赤毛の女の子に片思いし、後にサマーキャンプで出会った、ペギージーンと恋仲になるが、いずれも報われないまま終わったり、ライナスに好きな女の子を奪われるなど、恋愛運は悪い。インクを使って書くことが苦手。代わりに鉛筆を使用するため、文通の際にもあては、ペンフレンドではなく、 ペンシルフレンドを用いる。口術のように何をやらせても不器用で特技がないことが特徴であるが、スペリングビーでは非常な努力と才能で学校一となりナショナルリーグに出場した。またビー玉遊びでも異彩を見せ、ゲームに不慣れな小さい子供や女の子を騙してビー玉を巻き上げていたビー玉のジョに真っ向勝負を挑みビー玉をすべて取り返したこともある。 アイラブスヌーピーザピーナッツムービーでは彼が憧れの赤毛の女の子に振り向いてもらうために奮闘する姿が描かれている。スヌーピーを幼い頃砂場で遊んでいる最中に他の子に頭から砂をかけられて大泣きし、翌日両親から買い与えられたのが最初の出会いである。餌を与える行為以外では一緒にゴルフをしたりカヌーを漕ぎに行くなど完全なパートナーである。 飼い犬としてだけでなく、何よりも大切な存在と思っており、彼のために、学校を辞めようとしたことすらあるが、肝心の本人からは、丸頭のこと認識されており、名前すら、まともに覚えられておらず、また主人と飼い犬との立場を入れ替えるような会話を、していたところ、僕が主人とばかりに思っていたけれど、とチャーリーに対して発言したこともある。しかし、この思いは、一方的というわけでもなく、 スヌーピーもチャーリーに信頼を抱いている。スヌーピーの破天荒な行動に振り回されることも多く、どうして僕は他の子のように普通の犬を持てないんだと愚痴るのはお約束となっている。ライナス、石垣の上の会話の常連であり、最大の親友、哲学談義を交わしたりキャンプに行った時も電話で相談を求めたりするなどの中であるが、彼の知性の高さに劣等感を抱いたこともある。 ライナスが進歩するカボチャ大王の名神にも親身に付き合っている。ルーシー暴力の吐け口の対象になったり、プレースキックのボール外しでひっくり返るなど普段は完全に手玉に取られている。また、彼女の自作スタンドの心のお悩み相談にも本人とは思わずに相談をし、しっかり相談量を巻き上げられている。しかし、野球をするときは立場が逆転し、 彼女のずさんなプレイを厳しく注意する。そもそもの出会いは、チャーリー・ブラウンがベビーシッター先で面倒を見たことで、時代が進むにつれルーシーのみ成長し同級生となった。サリー妹として可愛がっており、宿題を毎回手伝ってあげている。キャンプなどに出かけるたびに部屋を乗っ取られるなど彼女のわがままには振り回され気味であるが、時には厳しい口調で注意することもある。 シュローダー彼との会話は、決して多くなく、野球の試合中のものが多い。彼の視点は常に冷ややかであり、対外ため息をつかされている。ただ最初に、シュローダーに、おもちゃのピアノを与えたのは、ベビーシッターであったチャーリー・ブラウンである、ペパーミントパティ行為を持たれているが、その推しの強さとマーシーとの板挟みに、大抵素っ気ない返事をしている。マーシーペパーミントパティを、 さあ、と呼びしたっているが、マーシーもまた、チャーリー・ブラウンに片思いしている。一度電話越しに告白も果たしているが、びっくりしたチャーリー・ブラウンは、オウム返ししかできなかった。フランクリン、ピーナッツ唯一の黒人キャラクターで、心の優しい優等生。チャーリー・ブラウンとは、石垣でお互いの祖父について、語り合ったりしている。ペギー・ジーン・サマーキャンプで知り合って、以来、両思いとなる。彼女に、 キスされたりプレゼントを渡そうと試行錯誤するなど、関係は順調に思えたが、最後は振られてしまう。父親理髪店を務めているが、彼同様冴えない人物らしく、ペッパーミントパティを男の子だと思い込んで、散髪してしまったことがある。しかし、チャーリーは冴えない父親であることを理解しつつ、人一倍の尊敬の念を抱いている。野球監督兼ピッチャーを務めているが、いつも負けてばかり。 負けたチームから、君のチームに負けたせいで馬鹿にされていると抗議される、レベル。勝ったのはアリランが参加した試合と、チャーリー・ブラウンが参加していない試合のみであり、一見すればチャーリーが無能だからと思われがちだが、実際はルーシーをはじめとするチームメイトのやる気と、協調性の無差もあり、必ずしも彼一人のせいではない。1993年に発表されたエピソードでは、 障害発のホームランを打ち、サヨナラ勝ちを記録している。また、ある回では、試合には負けたもののルーシーを外した試合で前線した、こともある。ある試合で9回にアウト、1点ビハインドの場面で3塁ランナーだった。チャーリー・ブラウンは、ここで盗塁を決めれば、ヒーローになれる。と考え、ホームスチールを決行するものの、三塁ベースから、ホームベースまでの距離の半分にも満たずにタッチアウトに、 なり試合終了。チームメイトからは大品縮を買い、自身は自責と後悔に苛なまれ、監督辞任も考えていた。ペッパーミントパティの野球チームと試合をした際、自分のチームの攻撃で、相手ピッチャーのペッパーミントパティの投じたボールが、バッターのスヌーピーの頭を直撃。チャーリーは、ペッパーミントパティが、ビーンボールを投げたとして激怒し、試合放棄したことがある。タコ揚げダコを揚げるたびに、 タコ食いの木にタコを取られたり、糸が木に絡まって動けなくなってしまうなどほぼ毎回のように失敗が描かれる。ただし、一回だけ報復に木をかじったことがある。一度だけタコ上げに成功したが、なぜかタコが自爆して落ちてきてしまった。プレイスキックルーシーが抑えているアメフト用のボールを蹴ろうとするとルーシーが直前にボールを取り上げてしまい、派手に転倒する。ルーシーはこれを気に入っているようで折に触れて、 チャーリーを誘おうとし、チャーリーも彼女に乗せられる形で、いつも集体をさらしてしまう。ボールを蹴ろうとした足が、ルーシーの手に当たってしまい、骨折させたことがある。最終回直前ではルーシーがリランにボールを託したためにボールを蹴られ、ルーシーは大変悔しがった。チャーリー・ブラウンは、シュルツの元同僚であり、大親友の名前がそのまま使われている。 彼は美術教師や編集者などを歴任し1983年にガンで亡くなっている。ピーナッツが有名になった後、彼が交通違反で警察に名前を聞かれた時に警察をからかうんじゃない。と言われたこともある。谷系テレビアニメ野沢雅子、A ボーイネームド、チャーリー・ブラウン劇場公開時、テレビ放映版、スニューピー、カムホーム劇場公開時、テレビ放映版、 レースフォーユアライフチャーリー・ブラウン劇場アイラブスヌーピーでは彼の人柄を気に入る場面があるありがとうございます